はい、じゃあ今度は2人で対戦いきましょう。はい、じゃあ行きましょうか。うん、コロシアムってどういう意味で、コロシアム。あ、始まりました。それ今言わない。気になっちゃって。さあ、来た。ワンピーの虫が登場。すみません、顎つきですか。公園のアマテラス、ヘルクレスオキシデン大戦。現在ちょっとね、炎のお客さんが。あ、本当だ。ね、ここ違う。書いてる文字も違ったりする。あカレーン大きくて強いやつばっかりですね。510、これは強いですね。510、それに対してフランティス・オークアガタ、ほぼ水な感じに。あ、そうですね。クワガタの V ガタ Z、バスケがヒゲナガカミキリ、足長しながら、そしてキプチャイの動きが、これは強そうだ。つまりバランスは取ってますね。20丸、牛がパワーアップだ。ラウンドワン、はい、いきなり使う。ワールド必殺技、いきなり必殺技を奪おうっていう、あれだよ、作戦だよ。さあ、これがどう出るかですね。おっと、やったよ。さあ、まずはね、これで一発目でどれぐらいのダメージを、ビクトリアさんか、ヒルクレスの必殺技が当てる。おー、バレルとはで、重力の V ガで、あっ、カンが集まってきて、どうなの、逃げて、うわー、ちょっと、100、うわー、ヒルクレス、120、力でいろんなものを引き忘れた上に相手の必殺技まで寄せてます。いやー、やばい、必殺技がない。重力の威力あるんすよ。2つの必殺技を奪うからね。なるほどね、そうなるよね。今は山田さん合わせたってんで、あーよし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 、必殺だよ。すなわち2つ必殺技っていうね。いやー、ヘルクヘルク、これ一旦だけ、一旦だけ、はい、なるほど。ということは、エッツヤンはまだ V ガチャつかない方が良かったんだね。うん、うわ、さあ、二旦目ね、これ気を取り直していきたいと思います。フランティス・オークワガタの攻撃、ちょっと変わってる。あ、本当だ。ちょっとこの辺も、はい、変わりました。ワンピアスライド、これ防御成功しました。お助けくるよ。これはどうだ。やっぱりね、ステータスが高いんでダメージがなかなかね、はい、かなり高いんですけど、それはやっぱオーベガ、これはどうだ。いいダメージだ。よし、あーっと、はい、あ、これがちょっと変わったのかな。ヘルボックスもね、ちょっとね、変わりました。サンクレアと、おお、すごい、サンクレアというすごい、こんな感じだ。はい、めっちゃいい、めっちゃ出る。うわー、あっ、おー、これはいいダメージです。そして、これはなかなかいいダメージみたいと思いますね。やばいね、これは1段目の開始だ。まさに虫の息、これはどうだ。あ、いいダメージだ、18。そして、封じると、あ、そっか、封じる、やばい、やばい、大丈夫かな。行きたいな、この決着に、イエーイ、お互い精度が高いので、ここでじゃあ、ファイナルラウンドだ。ファイナルラウンド、はい、さあ、勝った方が、この勝負勝ちと、分かりやすい形になりましたね。と、おお、やみ合いだ。あ、アイコンが実装だった。よし、あ、うっ、よし、さあ、ここはゲージをね、しっかり決めていきたいですね。お、いいところですよ。あー、また微妙な、ギリギリ勝負ですね。さあ、これでダメージが上がって、おお、これはいいダメージ。うわー、よし、きついな。うわ、ね、かと思ったよ。必殺技読まれてますね。なんでそう、クワガタの攻撃、あっと、微妙。オッケー、うわー、やばい、これはいいパーフェクトですね。さあ、どうだろう。スーレツの攻撃だ、なかなかのダメージ、追撃発生。お、いいよ、いいダメージですね。
殺技を打ち合いました。やばい、サフリアトリガー、これは口です、炎のサフリア、これはダメだ、ドン、サマージンダメージ完全に。さあサンフリアトリガーが決まって、あーやったー、よっしゃー、サフリアトリガー負けた。最初のラウンドでね、あの V ガジェガシって決めて引きかと思ったんですけど、一気に引きたかったんですけどね。残念だったな。そう、今夜殺さないと。はい、ということで今回は2人対戦モードで遊んでみました。はい、あと、あれでしたっけ、1人で遊ぶモードですね。1人で遊ぶモードで、はい、ゴールドバトルっていう新しいバトル、そっかそっかそっか、はい、出たりするので、まあ激闘乱入バトルみたいにランダムで起きるんです。なるほど、またね、ちょっと新しいルールが。これがゴールドバトル、これはゴールドバトル、来た来た来た、ゴールドバトル、え、カメラを始まりました、ゴールドバトル、というわけで急に始まりました、ゴールドバトル。さあ、君の虫が登場です。やば、公園のアマテラス、これは続いて、まあ、あれ、ちょっと、まあ、ゴールドバトル専用の金キラ大黒天風合にクワガタ、すっごかったでしょ。 SG レアなんですけど、まあ、普通のね、こう新しい虫なんですけど、まあ、見て、とりあえず見ていただいて、110、110、110、まだ発表すな、あ、金のタライだー、あー、虫がすごく怒っています。体力が1になって、V ガチもなし、なんだ。というわけで、一発勝負で、頑張れ、よっ、え、必殺技じゃん、はい、そうないです、確かに、よかった、エルクレスオキシデンタイプの、これはなんと、あ、倒すとゴールドなので、いろんなあれがジャラジャラですね。なんだ、発表すが、さあ、もう一発、金のタライだ、虫がすごく怒っています。これ怒りますよね。足を越えてみせる、やった、やった、すごいですね、エルクレスオキシデンタイプの、これは黄金になるね、黄金いっぱい落としていく。おー、ラッキーダメンター、そうです、そうです、そうです、これ結構数字変わるらしいですよ。イエーイ、勝った、おめでとうございます、イエーイ、今日初見で、いやよかったね、もう V ガジェチャンスだな、スターゴールドだ、スターゴールドでね、怪しいおじいさんが、ブラックじゃん、君のバトルを見て、虫を網で捕まえよう、おお、なんだなんだ、リバーで網を動かそう、ね、ちょっとボタンを押すと網を振るよ、ボタンっぽいやつ、絶対レアなやつが出てくるという噂が、しかしもレア以上が取れる、おレアゲット、 V ブースターゲット、で、V ブースターもね、つきやすい、このゲバトルで勝つと、なるほど、そうかな、やったね、レアゲット、レアなやつが出てきて、レア、あと2回運がいいと、ドレアのやつがね、たりするんだけど、うわー、やったね、レアゲット、絶対引くぞ、あと1回、さあ、どこに引くれてるか、なんか、上の方にいそうですね、あーやったね、レアゲット、こういうこともあるということでしたまあなんでこれで買って SG レアとか手に入れて、それで V ブースがつきやすいんで、かなりまあお得なバトルなんですけど、まあ一発勝負なんで、そうですよね、大人でもね全然負けるというか、僕も負けるんですけど、しかもこのゴールドバトルの出現率はすごくたまにしか出ないですね、え、今正直かなり頑張ってくださってからね、何頑張ってる、急に出てね、びっくりした、写真を撮ろう、始め、好きなタイミングでボタンを押してね、必殺技も V ガチも何もなしに一発勝負っていう、まあ、ちょっと新しいこういうバトルもあるので、なかなかちょっとなんか手を覚えるところの話じゃないので、ね、ちょっと新しいバトル、私はマスタープレッシャー、本当にじゃんけん勝負、マスターゴールドの強さを見せてくれ、マスターゴールドとね、マスターブラックどういう関係があるのか、ボタン連打だ、そうですが、もっと、もっと連打だ、これ、ね、何も連打しないときはね、特殊なセリフが、いや、連打してーみたいなあったりするんですけど、スタンプをあげられない、だけど、いつもこれ連打してやん、連打してやんね、さらばだ、
と連打してくれる。カードができたで。取り出し口からカードを取ってや。だと連打してもう連打してよと。続けて残りのカードを買うことができるで。